にスビッキートランジェントファシリティによって発見された地球近傍天体金星の光転軌道内に完全に収まる光転軌道を持つことが発見された最初の小惑星であるアティラ軍のサブグループとして提唱されているバティラ軍に属する最初かつ2020年1月時点で唯一発見されている小惑星である 2020av には 基地の小惑星の中で最も小さい演説点距離と2番目に小さい軌道長半径を持つ。直径は 1km より大きいと予想される。2020AV には2020年1月4日にパロマー天文台でのスビッキー・トランジェント・ファシリティによる観測で天文学者のブライス・ボーリン、フランク・マッセ、クワンジー・イラによって発見された。この発見は パロマー展問題にある合計1.22メートルのサミュエルオーシン望遠鏡の格子や ZTF カメラを使用して地球の光転軌道より内側を回る小惑星を検出するキャンペーンの一環として成し遂げられた。このような天体は太陽に近接しているため検出が困難である。近星の光転軌道より内側の小惑星の最大理角は47度を超えることはなく、 すなわち、太陽が地球の地平線の下にある朝夕のみ観測、可能である。発見時、2020EV2 は水亀座の領域に位置しており、主等級は18等級前後であった。2020EV2 の発見は2020年1月4日に小惑星センターに報告され、その後 MPC の地球近傍天体確認ページにリストされた。その後、 様々な天文台でフォローアップ観測が行われ、その軌道運動に基づいて小惑星の軌道が決定された。小惑星の発見は二0二0年一月八日に MPC によって発行されたマイナープラネットエレクトロニックサーキュラーで正式に発表された。二2 0 2 0 f 二の発見に先立ち二2 0 1 9 a q 三や二2 0 1 9 l f 六などいくつかの 小さな演術点距離を持つ小惑星を発見した少し後の2019年12月、共同発見者クワンジーとその同僚らは、ZTF が近世の軌道内に最初のバティラ群小惑星を検出するだろうと予測していた。小さな理覚しかない小惑星を検出することの難しさを考慮しても、少なくとも一つのバティラ群小惑星が、 ZTF によって検出されるだろうと推測していた。発見時、z t f 0 9キロ5という内部名称が付けられた。その後のフォローアップ観測で軌道が決定されたため、2020年1月8日に MPC からカリフ号 2020EV2 が与えられた。カリフ号は天体の発見年と日を意味している。その後の観測で軌道が十分に精査されたため、 2021年9月20日に小惑星センターから59万4913という小惑星番号が与えられ命名の対象となった。2020AV には非公式にバティラクラスと呼ばれている集団のプロトタイプであるためこの天体に命名される固有名がこの集団を代表する名称となる。2020AV には完全に 金星の光転軌道の内側を回る、光転軌道を持つ、唯一の小惑星である。約 0.654au という円日点距離は、基地の小惑星の中で最も小さい。金星の太陽からの平均距離は 0.723au、近日点距離は 0.718au。2020AV にはその軌道要素から、小惑星センターによって公式に、 アティラ軍に分類されている。しかしながら、基地のアティラ軍の小惑星と異なり、近世軌道の内側に完全に入り込んでいることから、近世の近日点距離よりも、遠日点距離が、小さい小惑星を分類する、新たなサブグループバティラ軍に属する、初の天体であるとされている。2020AV には、アティラ軍に分類されることから、地球接近小惑星及び地球接近天体に、 分類されており、地球との最小交差距離はわずか 0.3469AU である。光点周期は約151日で、軌道長半径は約 0.5554AU である。2020EV2 は 2019LF6 を除く、基地の全小惑星中の最小の軌道長半径を持っている。2020EV2 の光点軌道はやや変身しており、 近日点では、太陽からわずか 0.46au まで近づくため、水星の円日点距離の内側まで入り込む。また、2020AV2 の高点軌道は、王道面に対して、約15.9度ほど、緩やかに傾いている。水星と近星からの最小交差距離は、それぞれ、約 0.06557au 及び 0.07892au となっている。 バティラ領域に移行するほとんどの地球接近小惑星は、金星と水星による頻繁な重力接動のため、不安定で一時的な軌道である可能性がある。金星と水星による接動の影響を受けず、比較的安定した長寿命の軌道を持つバティラ群の小惑星は、ほとんどないとと予想されている。地球接近天体の軌道分布に関する2012年の 研究に基づき、バティラ領域に入る小惑星の典型的な軌道寿命は数十万年と予想される。バティラ領域内では小惑星の軌道は数百万年にわたって距離、方位、離心率を振動させる古材共鳴の影響を受ける。その結果、バティラ群小惑星は時間とともにアティラ群の小惑星になったり、その逆の現象も起きたりする。 古材共鳴は、しばしば、新しく入ってきた、バティラ群小惑星の軌道を混乱させる一方で、一部の、雪像の影響を受けないバティラ小惑星の軌道を、結果として安定させる可能性もある。力学的に、不安定なバティラ群小惑星は、やがて、金星と衝突するか、太陽の極めて近くをかすめる軌道を持つかに至る。 2020エブイニの絶対等級は16.17等前後とされているが、この値には大きな不確かさが残されている。アルベドがまだ測定されていないため、大きさも不確かであるが、直径は 1km 以上あると予想されている。アルベド0.25から0.05と仮定すると、直径は 1km から 3km となる。2020年6月、 王立天文学会月報に 2020AV には太陽系初期にあった原始惑星内部のマントルに由来する天体である可能性があるとする研究結果が発表された。この研究ではカナリア諸島のラパルマ島にある北欧光学望遠鏡とウィリアム・ハーシェル望遠鏡を使った分光観測によって観覧石に富む蘇生を示す結果が得られたことから S 型小惑星と 原子惑星内部で分化したマントルに由来する A 型小惑星の中間的な分類である、サガタ小惑星であると結論付けている。ありがとうございます。